ルーグラムはアメリカ人のロックボーカリストでロックバンドホリナーの多くの曲を共作しリードボーカルを取ったことで知られている。またソロ活動でも成功している。ルーは冷たいお前、ガールライクユー、know, アイオーナ a の n a No, Without やソロのヒット曲ミッドナイトブルーなど多くのトップ40入りした楽曲のボーカリストである。2009年にはルーグラムバンドが クリスチャン・ロックの同名アルバムをリリースした。ルーはニューヨーク州ロチェスターで歌手の日記とバンドのリーダーであり、トランペット奏者のベニー・グラマティコの息子として生まれた。彼はロチェスターのゲイツ・チリハイスクールを1968年に卒業、その後ロチェスターのモンロー・コミュニティ・カレッジも終了している。ルーは10代半ばから音楽活動を始め、 セントジェームズ・インファーマリーや PHFFT などロチスターの地元のバンドでプレイした。後に地元バンドプーアハートでハーモニーボーカルを歌っている。ルーはボーカルやドラムの演奏を続け、最終的にはバンドブラックシープのフロントマンとなる。ブラックシープはクリサリスレコードと契約した最初のアメリカのバンドであり、1973年に 最初のシングル、スティックアラウンドをリリースしている。ブラックシープは、もともと、ナイアガラストリートやヘーテルアベニューのマックバンなど、ニューヨーク州、ロチェスターやバッフ,ファローのナイトクラブで演奏していた。これはすぐに、小さな成功を得、ブラックシープは、キャピトルレコードと契約して、ブラックシープと、インコーラギングワーズの2枚のアルバムをリリースし、これも成功した。彼らは、 1975年のクリスマスイブにキッスの前座を行うが、ショーの終了後、ニューヨーク州高速道路で機材を積んだトラックが氷によって倒れる事故が起こり、バンドは機材車だけでなく機材の85%を失い、ツアーを中止する。そして、ライブでアルバムの費用を得ることができず、ブラックシープは解散に至った。トラック事故からほどない1976年初頭。 スプーキートゥースとして、ロチェスターで講演していたミック・ジョーンズに会う機会を得た、ルーは、ブラック・シープのファーストアルバムをミックにプレゼント。新しいバンドのリードボーカリストを探していたジョーンズは、ルーに注目し、オーディションを経て、彼を招き入れた。オーディションのためニューヨークへ向かった、ルー・グラマティコは、ルー・グラムと改名。また、バンド名も、トリガーから、ホリナーに変更。 ルーは1970年代後半から1980年代に最も成功したロックボーカリストの一人となった。サーカス氏は1978年のホットブラッディットのリリースに際し、ルーの声はロバート・プラントが妬むかもしれないとコメント。彼のユニークなボーカルはフォリナーをビルボードの史上最も偉大なアーティスト100に押し上げた。ルーは衝撃のファーストタイム。 冷たいお前、ロング、ロングウェイ、フロムホーム、ホットブラッディット、ダブルビジョン、青い朝、ヘッドゲームズ、ダーティホワイトボーイ、アージェント、ジュークボックスヒーロー、ブレイクイットアップ、声優、ウィルなど、ホリガーのヒット曲の全てで、リードボーカルを取っている。また、バンドの多くの曲を共作しており、バラードで大ヒットした、ガールライクユー、アイウォ w a n の2曲もこれに含まれる。 彼らの最初の8つのシングルはビルボードの20位入りし、この記録を成し遂げたのはビートルズ以来である。ルートミックはチャートで多くのヒットを飛ばしたが、音楽性の理由等で衝突することもたびたびあった。成功を収めたセカンドアルバムダブルビジョン以降、バンドはメンバーチェンジを繰り返すことになる。3作目のアルバムヘッドゲームス発表後にはメンバーは6人から4人となる。 ルーが、ホリナーと、彼の仕事の最高点にあると評した4作目の、アルバム、4は、ドラムと、ギターによる純粋なロック要素を残した内容となった。これに対しミックは1980年代当時の、売れ筋であったシンセサイザーバラードのスタイルに関わる、と、二人の音楽の方向性に開きが生じた。このため次のアルバム、プロボカトゥールでは、調整役として、トレバー・ホーンや、 アレックス・サドキンといった共同プロデューサーを迎え入れた。1987年まで、ホリナーの内部衝突が続いた。この状態にピリオドを打ったのが、ルーの最初のソロアルバム、レディオ・アノットのリリースであり、批評家から高評価を受け、ミッドナイト・ブルーは5位のヒットシングルとなった。彼は、1987年のホラー映画、ロスト・ボーイのためのサウンドトラック。 ロスト・イン・ザ・シャドウズも寄付した。この後、1987年後半にフォリナーのアルバム、インサイド・インフォーメーションをリリースし、ビルボードのアルバムチャートでは15位となった。収録曲のセイウ y ルは、この年の終わりにリリースされ、1988年の最初に6位に達し、続く、With ウ u ユというイ、アダルトコンテンポラリーチャートでは春に1位となった。 3番目のシングル、ハートターンズ・トゥ・ストーンは夏に56位に達した。セカンドソロアルバム、ロング・ハードルックには10位入りした You and Me や40位に達した True Blue Love が収録されている。ソロの成功によって自信をつけ、ミック率いるホリナーの方向性とますます溝が深まったことにより、ルーはロング・ハードルックのツアーのため、1990年5月に、 グループを離脱し、スティーブ・メラーバンドのオープニングを務めたり、友人や、元ブラック・シープのベーシスト、ブルース・ターゴンと共に1990年代、後半にシャドーキングを結成したりした。この新しいグループの同盟アルバムは、1991年に、アトランティック・レコードからリリースされた。ポジティブなレビューにもかかわらず、グループはまとまりに欠けていた。また、 新しいプロジェクトを維持するのに必要なマーケティングやプロモーションはなかった。そのため、シャドウキングはしばらくして解散することになった。同年、ホリナーはアルバム、アンユージュアルヒートをリリースし、ボーカリストにジョニー・エドワーズを立てたが、前作と比較して失敗に終わった。エドワーズはホリナーファンに広くは認められず、 ミック・ジョーンズのコンタクトによって、ルーが1992年4月にグループへ復帰することに同意し、コンピレーションビヨンドのために3曲の新曲が録音された。ルーはブルース・ター・ゴン・ホリナーのラインナップに加えている。1992年、前年度の終わりにリハビリによる制限を完了した際に、ルーはボーナー,ー・ギン・クリスチャンと呼ばれる新生キリスト教徒となった。 ロックンロールの生活に疲れ、とても充実していると感じなくなった。僕は悪い、様々な習慣の餌食になっていた。自分自身の自制心と精神力が十分でなかったと明らかになったので、カトリック教徒になってやり直したい。僕は長年、答えはもっと深い何かということを知っていた。1994年、ホリナーはアルバム、 ミスタームーンライトをアリスタレコードからリリースし、1995年にはアメリカ版もリズムサファリレーベルからリリースされた。これはヨーロッパでは成功を収めたが、世界的な売り上げやアメリカでの人気は得られなかった。アンティル・ジ・エンド・オブ・タイムはアダルト・コンテンポラリーラジオへ入った。1996年、ミック・はルーにオーストラリアの歌手ティナ・アリーナがカバーする アイオナノのコーラスに加わるように求めた。この曲はヨーロッパ全体で再び大きなヒットとなった。1997年4月、クリスチャンロックバンドペトラの新世紀にボーカルを提供した2ヶ月後、バンドが日本ツアーを終える予定だった前夜、ルーは頭蓋陰頭手と呼ばれる脳腫瘍の一種と診断された。腫瘍は良性だったが、この手術によって彼は 脳下水体を痛めた。さらに、リハビリは彼に負担を与え、体力や恋に影響することとなった。彼は病気の間も、1998年まで、ミックと仕事を続けており、サマーフェスティバルや、小さな会場でホリナーのツアーに復帰した。徐々に、ルーの健康や体力は回復した。ルーは、2003年に再び、ホリナーを脱退し、ルーと、兄弟のベングラム、 リチャード・グラム、友人のドン・マン・キューソー、アンディ・ノルで、フォリナー時代のルーの曲を演奏し、さらにソロ活動や、2004年1月からは、アメリカ、カナダ、メキシコのツアーを遂行した。ルーグラムバンドのクリスチャン・ロック・アルバムは、2009年6月7日に、スペクトラ・レコードを通じて、アメリカでリリースされた。クリスチャン・ロック・アルバムは、あまり受け入れられず、ルーは宣伝の少なさを指摘した。 2012年にはバンド名を r ーグラ l ザ・ボイ the Voice of o i g e r に変更し、フォリナーのヒット曲を多く演奏し続けたが、オリジナルメンバーのうち二人は脱退した。現在もこのラインナップで活動している。ミックとルーは2013年6月13日にソングライターの殿堂入りした。ありがとうございます。